僕は4月から県大に通う大学1年生。ここが県大か？大学生活不安だな。ここで授業するのか？そういえば、大学にはゼミっていうのがあるらしい。ゼミっていつから始まるんだろう。バイトとの両立頑張るぞ。そもそも普通の授業と何が違うの？ゼミってなんだろう？ああ、もうわかんない。助けてー。あ。おやおや困っているようだね。僕がゼミのことを教えてあげるよ。国際関係学部には45以上のゼミがあるよ。その中から自分に合ったゼミを選んで2年生の12月頃に希望を出すよ。ゼミは3年生から始まって卒業までの2年間所属するよ。基本的に第2、第4火曜日の3、4限にあるからバイトとの両立も大丈夫だよ。普通の授業と違って自分の学びたいことを専門的に学べるよ。長野先生は言葉が大好きで、学生の自主性を尊重してくださる、とても優しい先生だよ。先生とゼミ生の距離が近く、とてもアットホームな雰囲気だよ。今のゼミは4年生6人、3年生12人の計18人いるよ。長野先生の言語学ゼミでは、普段何気なく使っている言葉を様々な視点から捉え、研究しているんだ。3年生の前期は英語のエッセイを読んで、アカデミックイングリッシュと学術研究の基礎について学ぶよ。夏休みからはゼミ生で決めた言語に関するプロジェクトを進めていくんだ。去年の先輩は静岡方言に関するプロジェクトに取り組んで、奥志賀や神奈川県にも聞き取り調査に行ったよ。次の文を近くの友達と声に出して読んでみよう。今、おなんて発音した？標準語では、お、おって発音するんだよ。お、おって読むのは静岡方言なんだって。みんな知ってた？言葉に興味がある人は長野ゼミで待ってるよ。来てねー。